今まで2つ教えてよ。パス出した後、相手の裏通るワンツー。あとは、この前のコラソンの市川の方やったけど、出した後潜っていくワンツー。今日やるのは、パス出した後、ここは誰でその落としていくよ。こっから。で、これ新しいワンツーをキャンセル。ワンツーもキャンセルだじゃん。キャンセル。だからまずこっから、はい、ラボマン。ね。で、親指でボールしたらトラックし出して、ドリブルし。で、レンジ。ついてくるから、これ小指でキャンセルしたらレンは半歩ずれる。で、今までやったらこれパス出したと、今まで2つ教えてよ。パス出したと相手の裏通るワンツー。あとはこの前のコラソンの市川の方やったけど、出したと潜っていくワンツー。今日やるのはパス出したと、ここは誰でその落としていくよ。こっからやって、今のこのわかる。パス出したら一回ワンツースリーフリするんだけど、こう前に出てきて、こっからキャンセルでここじゃない。で、パスもらう。そっからここに向かって仕掛けたら、後ろ使わせて、突破しておしまい。そしたらこの人が、ついこっち側入って、落とし役やってあげる感じ。OK?OK、OK? OK。で、すごくポイントなのは、これサッカーにすごい必要な動きで、こうって言いますと。ね、もうって言う。ごめんなさい。これ、こうって言って、悪いでいきますよ。難しいよ。こうだ見て、ルールすぎて。悪い例はパス出した後走って止まって動くんじゃなくて、これ一回も止まんないで、パス出した後蹴った足こうで、こういう風に戻るんです。わかる。で、相手とのスペースを作って仕掛けていって、1秒スタートやってこっち側まで行く感じです。 OK ですか。あの1秒スタートボールがここにあって、これをまたごっつると絶対に大きくなるで、またいてないじゃんこれ完全に。でもボールがこうちょっと細かく伝わるかもないけど、膝あるじゃん、膝からこういうなんかさ線があるっていうイメージとって、この線にボールが入っちゃダメ。これってアウトしてる、出てるじゃん。でもここにやったらこれってこれ収まってるじゃん。これシューコーチの宇宙お父さんから教わったんだけどね、マジコーチのことですか。本当に。またあのたこ焼きのさ、あの鰹節あるじゃん。あれかけてこうやってハンドパワーって言って、ずっとコーチしてるんですよ。3年生ぐらいまで。お父さんすごい。でもある時4年生の時に自分で電子レンジでたこ焼きやって鰹節やったら、あれ俺もできんじゃんって。なんだよっつって。ね、そのぐらいの時のお父さんなんですけど、やってたのがこの理論だ。ここにあると思う。ここにあるから見て。一応したときジャンプは低く速く大きくやる、低く速く低く速く、これ試合中一番使えるから、シンプルにマスト欲しい。えで今マストさ、なんで引っかかったと思う。ボールがここにあったら、ここにあったら1秒スタートするときまたぐ瞬間に当たっちゃうから絶対。だから前に置いて、膝からこの線があるっていうのをイメージして、ここにある状態から1秒スタートする。 OK。これを難しい方は意識してみましょう。 OK ですか。はい、お会いができたら OK ですか。はい、さあ行きましょう。YouTube プレミアムなら YouTube が